まあ基本は一回見学には軽い気持ちで行って、でそうですね、まあ立ててみるのも楽しいかなって思ってたっていうところが正直なところで、まあそれまではこう賃貸でいろんなとこを縛られずに行けるのが楽しいかなって思ってたんですけど、まあ家建ててこう自分たちの好きな暮らしをしながら、まあ、でもこう何かあったらその家に縛られずにも、こう例えば海外に行きたくなったら行くとか、別にその時に家があってもできないわけじゃないんで、まあ自由に一回建てて楽しんでみようかなと思ったのがきっかけです。まあ2個ぐらいあって、まあ、まず単純に大きいところは高いかなっていうのと、あと僕は少なくともあんまり人と一緒というよりは、ちょっとこう友達とか来た時に、あ、なんかこの家変わってるなみたいな家、自分たちの家みたいな感じだったので、ちょっとそのいろんなハウスメーカーのを見てると、やっぱり大手のところって外見見ただけで、これあそこの家だなみたいな分かるところが多くあって、まあ、そういうのじゃない、ちょっとこうパッと見て、あ、おしゃれだけどこれなんか今まで見てる家ではないなみたいな家がいいなと思って、間取りで悩んだというよりは、例えばバーカウンターを作りたいとか、こういう間取りにしたいっていう思いがあって、で、向きは南に窓が欲しいとかがあって、それを一個の間取りに詰め込むのに、どう詰め込むかをずっと考えました。で、ここに階段移したら、実はいけんじゃねえとか僕たち的に考えて、まあ営業の方に言って、家の強度的にみたいなこともあって、じゃあこっちに移したらここにこれ作れるかなとか、まあ、そのこだわりポイントとちょっとは我慢するというかしょうがないポイントをこ うまく折り合いつけるところに悩みました。屋上で、まあ、バーベキューができるスペースがあるっていうのと、まあ、あとバーカウンターが、まあ、あまりある家では少ないと思うので、まあ、こだわりを持って作ったポイントです。あ、正確に言うと友達の横の家がモデルハウスとしてあって、友達の家のバーベキューに参加した時に横家買えないよって言われて、そこを友達的には買わそうと思って僕らを見学に連れて行きました。で、僕ら的には買うつもりはなかったけど、まあ別にバーベキューして横なんで、まあ、ついでにちょっと一回見てみようかっていう気持ちでした。びっくりです、私なんか全然考え方が変わっちゃったんだもん、夫も私もって感じ。家を建てようと思ってなんか賃貸に住むようになって、考え方が悪いとびっくりしましたけど、なんか楽しかったですね。絶対的に雰囲気がおしゃれだったのと、まあ、あとモデルハウスからして自由に設計というか、こっちのこう例えばバーカウンター作りたいなって言ったらこう提案してくれる感じが伝わったので、そこに良さを思って自分たちのやり方に僕らの希望を当てはめるんじゃなくて、僕らの希望を叶えるためにはどうしたらいいかを考えてくれる家づくりをしてるなっていうのを、まあ、モデルハウスの見学からして、まあ、伝わりました。なんかやっぱり賃貸とは全然自分たちの希望が詰め込まれてるというのは違うなと思って、その点でやっぱり賃貸というのは育てていいなってその時に家可愛いだなと建てたいなと思いました。予算は最初はマックス4,500万、全部込み全込みで4,500万以下、思ったより最終的には安くしました、安くなりました、思った以上にね、